暫定順位7位の京都と13位の岡山でした。前半4分この石光のフリーキックからの流れで京都が先制します。星木さん、改めていかがですか。はい、もう何度も言いますが本当に抑えの効いたシュートと、やはりみんなが詰めようとしているところが本当にこういう通過点につながったんじゃないですかね。6分には小山から先頭、落ち着いてバウンドを合わそうとしたんですけどね、ちょっとこううまくヒットしなかったですね。12分にも石光、思い切ったシュートで、私は今日の MVP だと思っています、石光選手が。40分までは京都のリズムでした。そして岡山のファーストシュートは40分でした。前半この中村のシュート、あれがね本当に低い弾道でいけば入るようなそういうシュートでしたね。前半唯一のチャンスと言っていいでしょうね。そして後半8分、岡山同点ゴール、向原からのボール、イオンジェ。本当にたくさん相手がいる中ちょうどピンポイントで合わせるいいクロスでしたね。あと難しい角度をしっかり頭に当てて入れましたね。イオンジェはこれ13試合で8得点。そしてトゥーリオが後半から入って、このトゥーリオの後半23分のシュート、一森が飛びました。あの狭い混戦の中でうまくよく合わせたんですけどね。そして33分、岡山、仲間のファーサイドからシュート、ダイレクトで狙っていきました。なんか惜しかったですね。そして39分、決勝ゴールとなった先頭です。股抜きシュートは自分の得意とするところと、この股抜くちょっとテンポをずらすシュートと、あとやっぱコースがちゃんとないとダメという中でキーパーのようなところによく決めましたね。先頭2試合連続の決勝ゴールで